するしかなかったの。疑問だらけなのは分かってる。私たちが知らない無境の中で死に遭遇したことは覚えてる。あの時私はミームに捕まって、あれが私を殺そうとした瞬間、その恐ろしい瞳の中にもう一つの無境の影を見たの。私は脚本のヒントをもとにそのミームについていくつか推測した。そこで銀狼に招待状を出してもらってみんなを夢の中のホテルへ誘い込んだんだ。本当は君たちの前で死を呼び出してもっと直接的な方法で真実を伝えようと思ってたの。でもそんな考えとは裏腹に、私は脚本に背くことができないばかりか、君に説明する時間すらなかった。君が見た通り、私は死の刃に貫かれた。濃い奥室の重圧、それが頭の中で弾けてまるで現実みたいだった。でもね、その一瞬の麻痺が消えた後、自分の体が無傷だってことに気づいたんだ。やっぱり私は生きてた。そして思った通り、美しい夢とは全く違う場所にたどり着いてたの。ピノコニーの無境の下にはもう一つ、もっと原始的で混沌とした記憶域が隠されてた。その名前は流刑の地。そこで私は無境のホテルに戻って、その存在を君に伝えようとした。でもまだ自分の正体を明かすわけにはいかなかったから、どうにかして君の同行者の注意をそらして君を戦場から連れ出そうとしたの。だけど私の試みは全部失敗に終わっちゃった。ついさっき、血みたいに赤い斬撃が夢の高い塀を切り裂いて、君たちをこの深い無境に落としたことで、やっと君や仲間たちを一人ずつ目覚めさせることができたんだ。これが今までに起きたことの全容。全部を無条件に信じるのは難しいかもしれないけど、これだけは言わせて。君は今最後の答えにすごく近いところまで来てる。あと一歩で私は君に証明できるの。それじゃあここから出よう。目を閉して、そのまま深呼吸して、心の中に無境の輪郭を描いて。絶対に目を開けちゃダメだからね。3、2、1、怖がらなくて大丈夫。私たちの迎えが来たから。哼，灵感，这个嘛。